はいどうも皆様こんにちは、ケンです。本日はちょっと買い出しに行くんですが、ご覧の通りすっかりもう雪景色です。はい、昼食はレストランペリカンへやってきました。こちらで新しくできたメニュー、辛味噌野菜ラーメンっていうのがねおすすめで出ていまして、こちらの辛さを最大まで辛くしてくださいとお店の人にお伝えしました。最大にしてね大丈夫かなっていう店員さんでしたがね、まあこちらは激辛大好きなので大丈夫です、最大にしてくださいと注文しました。最近あれなんでしょうかね、また激辛ブームが来ているんでしょうかね。結構他のお客さんもね辛味噌ラーメンを頼まれる方がおられるようで、ただね自分みたいにこう辛さをね全開まで辛くしてくれという人はいないみたいですね。はい、でもこういうねレストランでも激辛メニュー出てきたところを見ると激辛好きとしてはねいいもんですよ。うん、このボリュームがやっぱすごいですね。野菜のボリュームもすごいし、全体的にボリューム満点。これはね寒い北国には抜群ですね。体が温まります。数々の激辛をね今まで食べてきましたが、こちらペリカンさんの辛味噌野菜ラーメン、こちらは自分の感想なんですが、ファミリー向けな辛さというんでしょうか、辛いんですけどね格闘向けじゃない辛味噌味でしたね。具沢山です。スープもよし、とてもね美味しい味です。辛いのを食べると風邪ひかなくなるのかね。ここ数年自分もね激辛食べてからなのかひどい風邪はひかなくなっています。免疫力アップ。まあね黙々と食べますよ。あったまるよ。辛味噌野菜ラーメンぜひおすすめします。これから北国は除雪シーズン、そして12月、今年も残りわずか。皆様もね体調管理に気をつけて、令和4年の最後にありがとうを伝えましょう。いつもご視聴ありがとうございます。引き続きチャンネル登録、グッドボタン、そしてコメントよろしくお願いいたします。どうもごちそうさまでした。全部食べたよ。ありがとうございます。はい、どうもごちそうさまでした。